ちは。パソコンでカラオケサウンドカフェカンタルイキです。どうもミュージカル大好きです。だいたいねこれ僕の指のねこうメモリーマンジャラケスケです。ユーキンやコンコン、昨日は雪が降ったので滑って死にかけました。アモーレミューです。どうも皆さんに会えて嬉しいです。新妻聖子です。よろしくお願いします。これはこれはミュージカル界の CA、 そして歌手でもいらっしゃる新妻聖子さんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。オープニングでは俺プロの前で失礼しました。ほんまに失礼いたしました。いや、失礼しました。もうあの帰ってもらっても結構です。いや帰ってもら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 っでは、ここで改めてプロフィールをご紹介しましょうね。はい、お父様の仕事のご都合で、11歳から7年間タイで過ごし、バンコクのインターナショナルスクールを卒業後、上智大学法学部に入学と、そして2002年大学在学中に、TBS 王様のブランチでブランチレポーターとしてですね、なんと芸能活動を開始すると、そして2003年夏、5000倍のオーディションを勝ち抜き、ミュージカル「レ・ミゼラブル」のエポニーヌ役で初舞台と、そしてミュージカル女優としての華々しいデビューを飾ると。で、翌2004年にはですね、超大作ミュージカル「ミス・サイゴン」でヒロインのキム役に大抜擢され、新人ながらもフレッシュな熱演で好評を博すと、で、第31回菊田一夫演劇賞や、平成18年度文化庁芸術祭で、演劇部門新人賞を受賞するなど数々の賞に輝いており、なんと2006年にはポニーキャニオンからですね、CD デビューもされているというまさに最上新妻聖子さんです。おお、危なかった。よく言えました。よろしくお願いいたします。お願いします。さてさて、数々のですねミュージカルにご出演なさっていてですね、その声はなんと七色ボイスと言われている、新妻さんですが、なんとね歌を専門に習われた経験はないとか。本当ですか。その音楽大学だとか、その小さな頃からボーカルレースを受けてましたという経歴はないということで、ただまあその初舞台を2003年に踏ませていただいてからは、その舞台その舞台で、歌唱指導の先生がいらっしゃいますから、その先生に指導は受けてます。現場、現場主義。そうですね、現場習得型というか、すごいな、贅沢なレッスンですね、一番ね、本当に教えたレッスンが。でも子供の頃から歌は好きじゃなかったんですか？歌はもうずっと好きで、それこそ、高校生の時はコーラス部みたいな部活動もしてましたし、であとやっぱりこうどこからこう自分の歌心っていうのは芽生えたのかなって考えた時に、子供の頃私愛知県の稲沢市祖父江町という割とこうのどかな田舎のところに住んでたんですけど、初めて聞いた人が多いですね。みんなの町祖父江町なんですけど、そこからですね、愛知県の名古屋市大都会に車で出かける機会っていうのがあって、ご家族で、そうです、週末とか母に運転してもらって行ったりする時にこう行き帰りの車中で歌を歌いません？車の中でよく。なんかタイムスしのぎにね。なんか歌聴きながら誰に聴かせるでもなく歌ってしまうことあると思うんですけど、本当そういう感じでよく車の中で家族で大声で歌っていたんですよ。すごい、またミュージカル家族ですね。みんなで、え、お父様でこうチキチキバンバンみたいな。父はね忙しいので仕事してるんですけど、母と姉と3人でこう母が歌が好きだったので。愛の讃歌だとか、オペラだとか、演歌、いろんなものをテープでかけていて、それを3人でよく楽しく歌ってたんですね。愛の讃歌を3人で、愛の讃歌を、愛の讃歌を女3人で仲良く歌うと、ちょっとあーなんだ、あーなんだみたいな。それが多分私の歌好きのルーツかなと。そうですか。さて、歌手の新妻聖子さんとしてですね、ここに3枚の CD が並んでおります、2006年のデビュー曲「夢の翼」、これは NHK 朝の連続テレビ小説「純情嫌い」の挿入歌ですね、そして2007年のセカンドシングルは「愛を止めないで Always Loving You」、NHK 木曜時代劇「かげろうの辻居眠り言わね江戸造詩」主題歌と。そして、2008年1月16日に発売になったばかりのサードシングルは「バージンロード」、フジテレビ系昼ドラマ「あたかけの人々」の主題歌として現在オンエア中ですよね。すごいな、デビューから3作連続ドラマタイアップ、ひゃーびっくりしすぎてのみそバルビエー。はい、しまってください。いやー、すごいですね。連携プレイにも入ってます。いやいや、ありがとうございます。
いやいや、そんな本当にあのすごいです、ね、ありがたいことで、そんな人いないでしょ。珍しいって言っていただけるんですけど、本当にでもあの偶然と言ったらあれなんですけども、デビューシングルの成り行きにしても本当にあのたまたまお世話になった作曲家の方がその NHK の朝の連続テレビ小説純情キラリに関わってらっしゃって、歌声を推薦してくださって、なんか本当に偶然のように決まったデビューだったんですね。で本当に2作目もうミュージカルを見てくださった方がみたいな感じでつながっていて、なんかすごくやっぱりあの舞台も頑張って、歌も好きで練習していたら、なんかお互いに状況が良くなっていったって感じなんですね。このバーディーノート聞きましたけどすごいですね。なんかやっぱこう歌唱力がさすがミュージカルっていう感じですね。ありがとうございます。歌唱力あるしスケールも大きいしね。七色ボイスだね。七色ボイスだね。ここが気持ちよくなる。ありがとうございます。でもあの昼ドラの主題歌っていうことで、やっぱいつもと気持ちも違って、やっぱあの枠のドラマっていうのは独特の世界観を持ってますから、もうおどろおどろしい、もう情念がもう割と多いですよね。展開も早いし、本当ドラマっていう名前がふさわしいぐらいドラマティックな展開なので、まさにドラマ、その世界観を壊さないようにしたいなと思って、今回はこう昼ドラの主題歌を歌う歌手を演じるつもりで芝居のエッセンスを入れて歌ったんです。それは新しいですね。確かにね、なるほど、はい、いやすごいですね。では次のコーナーではそんな新妻聖子さんの音楽の原点に迫ってみたいと思います。 My favorite song。 では新妻さんのお好きな曲を2曲挙げていただきたいのですが、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまず1曲目はこちらです。伝わりますかという曲、これはチャゲ&アスカのアスカ涼さんのソロアルバムに収録されているアスカさんのソロ楽曲なんですけど、ソロの時はその ASK って書く、そうですね、まあアスカ涼さんでやってらっしゃった時代もあったんですけども、だんだんアルファベット表記に移っていって、詳しいでしょ、詳しいんですよ、通な感じですね。大好きで私、あらら、あらチャゲ&アスカさんの大ファンで、チャゲさんも素晴らしいんですけど、特にもうアスカさんが大好きで、多分皆さんこの伝わりますかという曲ご存知ない、あんまり伝わってないと思う。そうですね、ちょっと勉強不足です、あのこれはやっぱりアルバム収録曲ということで、始まりはいつも雨とかシングルカットされたので有名なんですけど、これはねもうまさに隠れた名曲、で実はこれアスカさんがある女性歌手の方に楽曲を提供された曲で、自分でセリフカバーをしてるんですね。その歌手の方っていうのが私も最近知ったんですけど、千秋直美さんなんですよ。また渋い、渋いですね。なんか最近こう伝説の歌手として特集組まれたりしてるじゃないですか。ちょっとね、また私もその特集番組で初めて千秋さんが歌ってらっしゃる姿見て、こんなに素晴らしい女性歌手がいたんだって衝撃を受けたぐらい最近ちょっと影響を受けているので、自分の大好きだったこの曲が最近自分が知った伝説の歌手と言われる方と結びついたことに最近すごいびっくりしていて、はい、でも本当にいい曲で、あのこれは女性の目線から歌ってる曲なんですよ。そうですか、はい、この恋心伝わりますかっていう飛鳥さんが歌うんですけど、飛鳥さんのソロの曲って結構女性の目線から歌ったものが多くて、それがねやっぱすごく好きで、あのタイに7年住んでいたことがあるんですけど、その間やはり日本の文化が恋しくなったりすると日本の CD を聴いたりするんですね、でよく私はこの飛鳥さんのソロアルバムシーンっていう、あの、シーン、S-C-E-N-E のシーンというアルバムをよく聴いていて、本当にもうずっとリピートして聴いてた大好きな曲です。そうですか、タイでね、いやでも飛鳥さんのあの甘い包み込むような声で女性の気持ち歌われたらやっぱ染みますよね。いいですよ、分かる、分かるのによく分かってます。俺らもかなり包み込むやん、ねえ、こぼれてないけど、めっちゃ包み込む、こぼれそれもいいやな、こむっちゅうな、ほんまそうですか、ぜひぜひ今見てる方すぐ検索してシーンを Amazon で買ってください。今日は初めて伺って知ったんですけど、もう聴いてみたいなと思いました。最後の場面っていう曲も入ってるんですけど、最高なんですよ。なんかタイトルもいいですね、なんか伝わりますかとか、最後の場面とか、いい曲で、こう、出来の悪い女ですがみたいな曲が多いですよ。
そう、なんかちょっとその日本人の演歌心くすぐるというか、なるほど、ね、でも飛鳥さんのリズム感はもうほんと抜群なので、全然演歌っぽくならないというか、すごいですよ、飛鳥さん、すごい興味が。タイ時代を支えた歌ですね。そうですね、心の支えです。いや、勉強になるわ。サワディーカープ言いながらね、こう。そうそうそう。ぜひ皆さんも検索して絶対聴いてみてください、はい、では次2曲目お願いします。2曲目は甘い味噌ですいません、こちらです、私の最新シングル、はい、バージンロードです。ですね、すいませんこと書いてありますが、うん、これね、はい、もう本当出すのも恥ずかしいぐらい。いや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 、素晴らしい。でもやはりこう自分の最新楽曲というものは、うん、その時の一番のお気に入りでなければいけないと思いますし、うん、確かに、うん、で実際本当にいい曲なので、うん、あのこれ作曲をされた方が、韓国映画で猟奇的な彼女ってあったの、うん、あれもあったとか、すごくヒットで、今度日本でもドラマ化されるんですけど、さらがきつよしさんと田中れなさんでドラマ化されるんですけど、はい、それのオリジナルとなった韓国映画で、うん、主題歌がすごいヒットしたんですね、うん、I Believe っていう、はいはい、でその映画音楽とその主題歌も手がけてらっしゃる、うん、キムヒョンソクさんっていう韓国のヒットメーカーの作曲家の方がいらして、うん、キムさん、キムさん、キムさんが今回オリジナルで書き下ろしてくださった曲なんです。あらあら、なんかね、やっぱりこうスケールの大きさを感じるのはそういうところにもあるのかもしれないですね。ちょっと洋楽っぽい、洋楽っぽいですよね、うん、本当に最初デモテープをいただいた段階からなんていい曲なんだろうと思って、うん、メロディーの進行がすごい切ないんですよ。心の琴線に触れるようななんか切ないメロディーっていうんですか、はいはい、でいい曲だなと思っていて、やっぱ歌ってても楽しいですし、でもやっぱね難しいんですよ、すっごい。やっぱ難しい、聖子さんでもやっぱ難しい。もちろんです、もうすっごく難しくて、かなり手こずって、でこれこの曲に出会えてよかったなっていうのは、いい曲だっていうのが一つと、あとやはりハードルの高い曲に出会うと自分自身をもっと高めたいって思って、すごくいろんな意味で勉強になった曲で、やっぱり今一番大切な曲ということで、はい、フェイバリット。なんかもうほんと教育テレビのようなコメントをいただいてね、え今日は3チャンネルで送り出しております。でもご本人が難しいって言われたら、私たちカラオケで歌うのが逆にドキドキしちゃうんですけど、なんかポイントとかはありますか？ポイントは、うん、音の流れに身を任せ。なんかそんな歌、そんな歌あったかな。誰かなんか、そうかあまりこう作為的じゃなく、なんかこれ割とあの息継ぎする間もないくらい転がっていく歌なんですよ、感想がないんです。あ、ちょっとびっくりなんですけど、感想がないので、もう歌い始めちゃったら後戻りできないんですよ。腹をくくって歌えってところですね。なるほどね、そうですか、もう勘だから取り直しとかね、そんなできないからね、もう楽しんで歌っていただければ、はい。で、いつバージンロード歩くんですか？そう来ましたか、おっさんやん。いきなり新妻だけに、いつね、いつ新妻になるんだと、私が新妻になった暁にはどうヤフーニュースに載るんだと。そうですね、新妻聖子が新妻になった。ご本名ですもんね、新妻さんってね。そうなんですよ、本名、素晴らしい、本名ですよ。芸名で新妻ってどんだけですか？いや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 、そうすれば何、お父さんは新妻さん、はい、母だって未だに新妻ですから。なそれ、いいですよね。うん、ぜひ本当にね、はい、いつの日かバージンロード歩いていただきたいと思いますけども、はい、ぜひ皆さんも聴いてみてください。はい、以上マイフェイバリットソングのコーナーでした。2008年はですね、舞台出演も目白押しの新妻さんですよね。はい、今年も2つ舞台作品をやらせていただくことが決まっていて、まずもうすぐ始まるのがこちらなんですけど、はい、タイトルがちょっと長いんですが、ミッドサマーキャロル、ガマ王子 VS ザリガニ魔人という、コメディコメディです。あ、そうなんです。コメディなんです。あの、これはミュージカルではなくて、私は歌わないんですけれども、はい、ストレートプレイ、セリフのお芝居で、はい、看護師役をやるんですけれども、はい、一筋縄ではいかない、うん、ちょっと言葉遣いの乱暴な看護師をやらせていただきます。ちょっといいじゃないですか、そんなもん。僕ら大好きですよ。M 心くすぐる。そうですか。マニアにたまらない感じで。かなり、人を叱り飛ばす看護師ですね。いいですね、白衣で。うわー、もう同胞は見に行きましょう。同胞は普通の面白いコメディの
あの でもちょっと最後ほろりと泣ける、うん、本当に面白くていいお話なの で、うん、でこれはですね、東京は3月21日から4月6日まで、うん、渋谷のパルコ劇場でやってまして、うん、でそれでは終わらないんですね、うん、全国行っちゃうんです、うん、新潟、仙台、大阪、うん、広島、福岡、そして愛知県と、うん、地元も、ね、地元も凱旋、はい、4月21日まで全国を回ったりしてますので、どこかでぜひ見にいらしてください。あの落語家のね、春風亭昇太師匠、そうです、昇太さんもお出になりますし、あとあのこの前 NHK の朝の連ドラどんどばれに出てらした内田朝日さんとか、うん、おー、はい、あとターラコーターラコーの志村れなちゃんとか、おえ、あの どっちあの今も残ってる方の方です。あ、今も残ってる、はい、そうですか、はい、楽しそうですよね、はい、楽しそう、うん、そしてですね、まあ、7月から始まりますこうミスサイゴンですよね。ミスサイゴンです。2008年7月18日金曜日から10月23日木曜日までは東京帝国劇場にて、うん、そしてそしてさらに、うん、なんと2009年1月5日月曜日から3月15日日曜日まで博多の博多座にて公演ですよね。曜日までありがとうございます。スケジュールぎっしりじゃないですか。でも本当にこのなんていうのかな、思考の違う2作品、ミュージカルとストレートプレイ、そして本当に大作の涙も出るようなすごいロマンティックミュージカルにコメディと、いろんなものをやらせていただけるので、すごい多彩だよな。いや、盛りだくさんのまた勉強の1年になりそうなんですけど、このミス・サイゴンは私2004年の時に一度やらせていただいてるんですけど、そうですよね、はい、うん、2004年ですね、2年前、はい、ちょうどってことはまた今年もオリンピックやる。オリンピックですね。ちょっとこれ私も気づいたんですけど北京も盛り上がってるけどこのベトナムも盛り上がってますよこれそれヘリコプターも飛びますよ ねキムさん、キムさんね、いやでも本当すごいミュージカルですよね、これはね、これはもしご覧になったことがない方がいらして今これを見ていたら絶対に見に来てください。中華ね、僕もごめんなさい、はい、見たことないんですけども、はい、絶対行きます、絶対行ってなぜかというとあの友達が2人だと言います。それをね、俺に教えろって話ですよね、うん、なんでお知らせないんかって話ですよ、ほんまリカちゃん、頼むでほんま優しい、確かにな、絶対見に行きますよ。あ、ぜひぜひ。でもね、これって、うん、なんかほら単に戦争の映画ではあの舞台ではないと、ミュージカルではないと、やっぱりね、もう母の愛もあるしね、母の愛、もう愛ですね、愛、うん、こう無償の愛っていうんですか ね、極限状態に立った時に人間はどう愛と向き合うかみたいなところが描かれていて、うん、絶対特に女性には共感していただけると思うし、うん、とにかく歌が曲が素晴らしいんですよ。本当にその曲の中毒になって通われるお客様もいらっしゃるぐらい歌の魔力がすごくて、もうほんと4ヶ月もやりますので、なんとか都合をつけてぜひ1回は見に来ていただきたい。ぜひ行きましょう、行きましょう、行きますね、はい、はい、では、ね、最後にですね、新妻さんの夢をお伺いしたいんですけど、夢、これはね難しいんですけれども、やっぱりこう生まれてきたからには何かしらこう社会に貢献していきたいなっていうのは、前からずっと持ってるこう漠然とした夢 で、うん、で何が一番できるかなっていう中で今やっぱり歌に絞って頑張らせていただいてるんですけどね。もう十分じゃないですか。いやいや、なんかこう、なんかこうやりがいが変動していくっていうのもあるかなと、うん、まあね、定まらない答えなんですけどいい、定まったバージョン取っときますか。全然大丈夫ですよ。いや、あのね、本当にでも今ちょっと夢の途中で、はい、今そういう人生の岐路なんだと思います。うん、そうなんですか。つい2年ぐらい前までは夢は何とかですってもっと言ってた気がするんですけど、うんうん、今なんかはっきり断言できない自分がいて、もうちょっとかかるかなって思います、うん、答えを出すまで。なんかの記事で読みましたけどね、はい、先が見えない未来というものにも希望というか無限の可能性を感じてますなんかおっしゃってましたね。あ、そうですね。だから今のお話なんでしょうね。やっぱりこう、自分がミュージカルの世界に入るということが、例えば5、6年前の大学生だった自分に想像できていたかというと絶対にできていなくて、本当にいろんなご縁だとかタイミングで今この場にさせていただいているので、10年後もこう自分でプランしてどうにかなるものではなくて、きっと本当にいろんなご縁で連れて行っていただけるんだろうなっていう希望もちょっとあって、なおさら定まらないのかな。もうちょっと勉強して探してみたいと思います。いやいや、いいですよ。楽しみでしょうね。ねえ、楽しみますよね。未来決まっちゃったら面白いからさ。そうですよ。聖子さんのようにさ、ねえ、ね、いいじゃないですか。夢の途中。夢の途中です。いい言葉だ。ねえ、本当にいいお話を伺いました。はい、新妻さん、今日はですね、お忙しい中お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。新妻さんのですね、今後の
ますますのご活躍を応援しております。それではまたこのサウンドカフェでお会いいたしましょう。お相手はミッキーとケイスケと初音ミュウでした。そして本日のゲスト飯島聖子さんでした。ありがとうございました。バイバーイ。マイペンダイ。